ホームチャンネル。はい、今日紹介した一着はですね、この前違うダウンジャケットを紹介したんですけども、またノースフェイスの新しい緑の、光電子っていうんですかね、このこんな機能も入ったダウンジャケットです。後ろがちょっと緑なのでちょっと分かりにくいかもしれないですけども、すごい、軽くてですね、収納袋がついてるんですけども、これぐらいの大きさ、手と比べていただければ分かりますけども、これぐらいの小ささまでこれが、収納できる感じになります。なのですごい、柔らかいしですね、すごいちっちゃくなるんですけども、でもいいダウンを使ってますので、こんな薄さでもですね、軽さでも暖かいということでですね、ものすごい寒いところではこれをインナーに着て、過ごしている方もいらっしゃるみたいですけども、その辺の街ではもちろんアウターで十分な機能を発揮すると思います。首といいますか、襟にこう刺繍ロゴがありまして、胸にこういう刺繍がある感じです。で、前回ですね、ユニクロを買うならこれを買った方が全然安いですよということでですね、2万円しないと思います。実売価格2万円しないと思います。定価は2万3100円ということでですね、こちらこう2万3100円ってなってるんですけども、多分その辺のスポーツ屋とか洋服屋にはですね、これが1万9300円とかそんな程度で買えると思います。古着屋とかセールで1万5000円ぐらいで買えると思いますんで、ユニクロで5900円とか6900円使う方でしたら、ノースフェイスとかですね、パタゴニアのダウンジャケットをおすすめしますということを、前回の動画でちょっと話したんですけども、なんかユニクロ好きの方からですね、かなり批判をされましてですね、その1万円が払えないというかですね、高く感じるとかですね、ユニクロはこのノースフェイスよりも機能はいいんだとかですね、結構いろんなメッセージをいただきました。人それぞれ好きな、メーカーとかブランドとか、価値観がありますので、僕はということでこの、洋服レビューの感想を聞いてください。以上、ヒートダウンジャケットでした。